はい、皆さんこんにちは、サンシャイン馬村です。ということで今、緊急でこの動画とスライドを作成したわけなんですけどね、本日、X のトレンド欄をね、騒がせております。青春18切符についてのね、動画を今日緊急で作成しました。タイトルはこんな感じで、青春18切符、まさかの大解約ということでね、まあ皆さん今日 X や Yahoo ニュース等で18切符の今度の冬に発売されるものからのルール変更がかなりやばいということでね、まあ SNS 見てましても賛否両論巻き起こっております。ということで今回は青春18切符の変更点だったり、サンシャイン馬村の青春18切符に対する思いや、まあ青春18切符なお得なね、切符等もいろいろ調べてみたので解説していこうと思います。それでは行ってみましょう。ではまず、青春18切符でなんぞやということで、まあ、当チャンネルの視聴者だったら、青春18切符使ったことある方だったり、知ってる人はね、多いと思うんですが、まあ、簡単に解説をさせていただきます。発売期間は主に、春休み、夏休み、冬休みなど、長期休暇に発売される切符となっていまして、JR 全線、一部第三セクターや宮島フェリーが乗り放題となっている夢のような切符となっております。しかし、その全線乗車できる反面ですね、新幹線や特急などには乗ることができません。青春18切符で乗れるのは普通列車や快速列車限定となっています。まあ言ったら、青春18切符を乗車券にして、追加で特急券買っても特急新幹線には乗れないというような感じになっています。しかし、特例で一部区間だったり、青函トンネルの区間はオプション券などを購入して、一部例外的に特急や新幹線に乗れる区間はあります。そして値段は5回分で 12,050 円、1回あたり 2,410 円で青春18切符5枚綴りで購入することができます。使い方もいろいろありまして、1人で5回分使うことができたり、5人で、まあ、1回ずつ使って日帰り旅行に行くなど幅広い利用方法があるんですね。で、2024年冬から発売する青春18切符がですね、こんな感じで改良点と改善点があるということでね、2つに分けて解説をしていこうと思います。まずね、改善点ですね。改善点、こんな感じです。まず1つ目、青春18切符って今までのものだと5枚綴り5回分の発売となっていたんですが、次の冬から発売される春18切符は3日用が発売されるような感じになっています。まあこれはあまり長期休暇を確保できない人とかにとっては3日用というのはありがたいものではないでしょうか。そして2つ目が自動改札機が利用可能になるという点ですね。まあ青春18切符って切符が長くて自動改札入らないので、いつも有人改札をね、通らないといけなくて、まあ利用者が多い駅だと、その行列ができて降りるのに時間かかったりするのがデメリットだったんですが、青春18切符が自動改札を使えるということで、混雑緩和ができるのではないかと思います。まあ僕は駅員にね、こう、印鑑押してもらったり、もう、こう見せるっていう動作がやっぱ青春18切符の楽しみだったんですけど、そして3つ目が北海道新幹線オプション券の利用区間が拡大ということで、まあこの3つということで分けて見ていきたいと思います。そしてまず1つ目が新区分の発売です。青春18切符は先ほども言った通り5回セットで発売されるような感じとなっているんですが、次の冬から発売されるのは従来の5日間用に加えて3日間用が新たに発売されるといった感じになっています。続きまして、まあ、自動改札機が使えるということで、混雑解消が期待できるのではないかという点ですが、まあ、今までの青春18切符は自動改札機非対応で、まあ、有人改札から出入りするという感じになっていました。しかしですね、自動改札機が利用可能ということで、有人改札の混雑が緩和されるのではないかなという期待もありますね。続いて3つ目が、ややこしいルールがなくなるということで、今までの青春18切符は、0時以降も日付をまたいで走る列車は日付が変わった瞬間の最初の駅まで乗れる感じだったんですね。しかし、次の冬から発売される青春18切符は0時以降も走る列車については終着駅までその18切符が有効になるというようなルール、ややこしいルールが撤廃されたというのは大きな特徴ではないでしょうか。続いて北海道オプション新幹線オプション券についてです。北海道新幹線オプション券は、北海道新幹線の奥津軽今別から木古内の区間と、道南いさび鉄道の木古内五稜郭の区間を利用することができたんですが、次の冬から発売される北海道新幹線オプション券では、新青森から木古内の区間が利用できるようになっています。こちらはですね、津軽線の蟹田から北の区間が廃線になる影響で、奥津軽今別に行けなくなるということから、このような変更点があるのではないかと思います。続いて、改悪点ですね。もうこれの方がね、一番でかいと思うんですが、こちら、ね、ニュース見て驚いた方も多いと思うんですが、今までの18切符っていうのは、有効期限内であれば、5回分別日にね、分けて使ったりとか、複数人で利用することができたんですね、この1枚の切符で。しかしね、次の冬から発売する青春18切符は、買った有効期限の最初の日から5日間連続で利用しなければいけない点と、1人1枚青春18切符が必要になるので、複数人利用ができなくなるといったね、青春18切符の魅力が削られるような改悪点がね、一つ見受けられました。まあ、これ聞いた瞬間ね、皆さん、うわぁ、マジかと思った方多いと思います。続いて2つ目が大幅値上げです。こんな感じで表にまとめたんですが、まず、普通の青春18切符5回分、今まで通り、こんな感じで、12,050 円で、金額の値上げとかはないんですが、新たに発売させた青春18切符3回分ですね。こちら、この前発売された秋の乗り放題切符と比較しているんですが、秋の乗り放題切符は3回分連続3日間利用で 7,850 円。1回あたりだいたい 2,620 円で乗ることができるんですが、青春18切符3回分は、なんと3回で1万円になります。なので1回分の値段がね、3,330 円ぐらいとなっていまして、いや、これ見てください。だいたいね、5日分と3回分でね、大きく値段が違うので、いや、これはね、ちょっとあまりにも値段差が高いなというような感じで、ちょっとなんか損した気分になりますよね。そしてもう一つがオプション券です。オプション券って実は新幹線乗れるんですけど、2490円で乗ることができたんですね。しかし、今度の冬から発売されるオプション券は4500円となりまして、ちょっと値上げの幅が大きいなという印象でございます。まあ、新青森から新幹線に乗れるっていう点は大きなメリットではあるんですが、個人的には4500円に値上げするんだったら、新青森から新函館北斗乗れた方が嬉しかったなというような感じですね。まあ皆さんがどう思ってるか知らないんですけど。続いて、これがですね、新しく発売される18切符の券面のイメージとなっていまして、ホームページから引用してきたものになりますが、今までの青春18切符ってこんな感じですごい横に長いような感じの切符となっていたんですが、これからは自動改札対応ということで、こんな感じで普段皆さんが見るようなタイプの切符になるのでね、まあ嬉しい反面、ちょっと青春18切符らしさがなくなるような感じで、ちょっと複雑だなというような印象でございます。続いて、青春18切符大幅改悪に対するサンシャインマムの見解について述べていこうと思います。まず一つ目、とにかく使いにくいです。私、中学高校時代部活入ってて、まあその頃から休み見つけて青春18切符使ってたんですが、まあこんな感じで期間内2週間のとある日のスケジュール、こんな感じで学校行ったり部活行ったり忙しかったんですけど、こう休みの日を見つけてね、青春18切符5回分、好きな日にね、期限内だったら使うことができたので、まあ忙しい学生とか社会人の方っていうのはこの切符重宝していたと思うんですが、まあ、これからはですね、連続利用になると、まあ、まとまった5日間、3日間の休みが必要になるので、これは結構大きなデメリットかなと思います。やっぱり、連続利用ってなるとね、まあ、時間のある人じゃないと確保が難しいので、まあ、これはちょっと大幅改悪の一つのポイントかと思います。続いて、二つ目が、3日間用と、オプション券の値段についてちょっとなんか疑問になるなという点がありまして、先ほども述べたようにこんな感じの図となっていまして、3日用の1日あたりの値段が 3,330 円とちょっとだけでなんか高いような感じがあったりとか、オプション券も値上げしたけど、新青森から木古内ではなく、新函館北斗まで乗れた方がちょっと僕は良かったかなというような見解もありますね。続いて、この青春18切符の大幅値上げで考えられるのは、利用者の減少ではないのかなと思います。こんな感じで青春18切符だったり、フリーパスがね、なくなったり、解約されることでですね、安い LCC、格安航空会社や高速バス、マイカーにね、利用者が流れていきます。そんな感じでね、鉄道利用者が減少してさらなる不便が生まれるかもしれないというような懸念点は少しだけありますね。JR も営利企業なので、そういう利益率を求めてると思うんですが、やっぱり利益も取れないものというのは廃止したり、ルール解約したり値上げしたりすると思うんで、私がどうこういう権限はないと思うんですけど、ちょっと利用者目線に立ってほしいかなという意見は皆さんあるのではないでしょうか。続いて、青春18切符の動画なんですけど、青春18切符みたいな個人的なおすすめフリー切符をね、いくつか紹介していきたいと思います。まず一つ目が、旅名人の九州切符でございます。こちらは、こんな感じで図のように、九州内の JR 九州だけでなく、ご覧のような鉄道会社、すべて乗り放題の切符となっております。この切符使ったことないんですけど、有効期限はですね、発売日から3ヶ月以内、もうめっちゃ長いです。この切符ちなみに1年中発売してるんですけど、最初に使う日から3ヶ月以内の好きな日にね、この切符を使うことができるので、気分でね、この九州切符使えるのは魅力的ではないでしょうか。そしてルールは、青春18切符と同じで、特急、新幹線とかは乗ることができません。また、値段は3回分で1万1000円とね、もう、青春18切符3回分の値段とほぼ変わらないので、これはね、九州の乗り鉄する方は非常におすすめな切符となっております。これ路面電車もね、乗れるんで、観光には最適ですね。続いて、2つ目が、若者限定九州切符です。JR 四国っていうのはバースデー切符だったり、様々なフリー切符があるんですけど、私、若者25歳以下なので、今回はそういうようなお得な切符見つけなので紹介したいと思います。購入できるのは25歳以下限定なんですが、発売期間は18切符とほぼ同じ期間に発売されるので、長期休暇を活用して九州こんな感じで全線乗り放題の切符となっています。なんといっても特徴はね、3日間有効で、特急の自由席に乗ることができるんですね。なので、もう3日間あれば、四国全部巡ることができます。そして3日間で1万2000円などで、1日あたり4000円で特急乗れるっていうのは、かなり魅力的ではないでしょうか。JR 四国はね、お得な切符多数発売しているので、興味のある方は調べてみてください。続いて3つ目は、近鉄週末フリー切符です。なんで JR の動画なのに近鉄やねんって突っ込みたくなる方いると思うんですが、JR 西日本ね、お得なフリー切符、ほぼタビワとかウエスターからの発売とかになっててね、あんまいい切符がなかったので、今回は我らが近鉄の週末フリー切符をね、紹介したいと思います。こんな感じで近鉄全線と桂木山ロープウェイが半額で乗れるような切符となっていまして、週末土日と月曜日と火曜日、組み合わせて3日間有効の切符となっています。で、特急はね、別途特急券と購入することで乗れるので、青鬼吉、島風、火の鳥などね、青鬼のシンフォニーもありますね。近鉄特急も全部制覇も夢ではありません。3日間で5000円と、1年前とか4000円ぐらいで買えた時代もあるんですけど、ちょっと高いなと思うかもしれないんですが、大阪難波から名古屋とか、賢島とか、往復するだけで元取れますので、名古屋行ったり、伊勢志摩行くもよし、3日間近鉄全線走破するもよしと、元の取り方は人それぞれかと思います。こちらの切符はもう通年発売なので、興味ある方はぜひ、近くの近鉄の駅へ、レッツゴー！続いて4つ目が、青空フリーパスです。こちらは、愛知、岐阜、三重を中心とした中京圏の日帰り旅におすすめとなっているんですが、なんといっても魅力はね、ここ、伊勢鉄道に乗ることができるんですね。青春18切符だと、この名古屋から鳥羽までの快速三重号を乗るときは、この伊勢鉄道線の区間だけ別途料金を車内で払わないといけないんですが、この切符は伊勢鉄道も乗れるので、名古屋から鳥羽までね、仮に快速三重乗るにしても、もう追加代金不要ということで、これは便利ですね。基本的に使えるのは土休日と年末年始となっているので、名古屋から伊勢までのお伊勢参りにもこの切符使えるような感じとなっています。特急券だったり快速見えの指定席は別途購入することで乗ることができます。値段は2620円と、青春18切符1日あたりの値段より少し高いんですが、まあ、伊勢鉄道乗れたらね、まあ結構安いですよね。続いて3つ目が休日乗り放題切符です。こちらは JR 東海の静岡県、山梨県の身延線のほぼ全てのエリアカバーしていまして、まあ、例えば静岡からこう、御殿場線で松田まで行って、松田から小田急線に乗り換えて新宿行くと、まあ安くなるかもしれないですね。こちらも青空フリーパスと同様、特急券を購入することで特急にも乗れます。そして発売期間も青空フリーパスと同じく、土休日と年末年始限定となっています。値段は2720円と、まあちょっと高い感じになっていますが、青空フリーパスと組み合わせることで、熱海から米原まで走破できるのでかなりお得ではないでしょうか。続いて6つ目が青春18切符のそっくりさんと呼ばれております。北海道東日本パスでございます。こちらは北海道と東日本の JR 全線乗り放題です。効力はとか利用期間は青春18切符とほぼ同じで、特急新幹線は乗れないような切符となっているので、普通列車、快速列車の利用がメインとなっています。そして何と言っても魅力なのがね、こちら、北海道新幹線利用するときにオプション券不要なんですね。新青森から新函館北の区間は、新幹線普通車の空いている席に乗ることができます。まあ、これは別途特定特急券を買わないといけないのが、まあ注意点となっているんですね。そして、有効期限は7日間と意外と長いんですが、連続利用必須となっているので、1週間北海道、東日本エリア、もうフルでね、回ることができます。そしてこの切符、なんと、もう青春18切符より前から自動改札機利用することができます。そしてお値段はなんと、青春18切符よりもう安い、11,330 円となっていまして、ね、1日あたり1,620 円で乗れるということで、もうこれはね、破格の切符で僕も1回ぐらい使ってみたいような切符となっています。まあ、利用方法としては、例えば、首都圏乗り回した後に飛行機で、北海道に移動して北海道でまたフリーパス乗り倒すような使い方もできるんですね。続いて7つ目が週末パスです。まあこちら僕も1回だけ使ったことがあるんですが、関東と信州、南東北の山形県、宮城県のエリアまで利用 の JR 東日本区間と一部のご覧の私鉄が乗り放題の切符となっています。もちろん商品名のように週末しか乗れない切符となっていますが、新幹線や特急も別途チケットを買うことで乗ることができるので、まあ特急列車乗って観光列車乗ったりするような週末旅におすすめです。値段は 8,880 円となっていまして、まあ関東往復どっか行くだけでも元が取れるのではないでしょうか。続いて最後に紹介するのが北海道フリーパスです。こちらは私も1回使ったことがあります。こちらの切符は北海道、JR 北海道全線と一部の JR 北海道バスが乗り放題の切符となっていまして、なんといっても魅力はね、6回まで指定席に乗ることができます。そして指定席6回以上乗っても特急の自由席に乗れるのが大きなポイントとなっています。そして有効期限は7日間と意外と長いです。なのでね、フル活用すれば北海道全部回れます。私が実際使った例だと、1日目は札幌と留萌本線乗って、2日目に網走、3日目に釧路、根室で、根室から札幌行って、また網走往復して、稚内行って、札幌戻って、で、小樽行ってみたいな使い方もできてね、だいたい総額で9万円ぐらいいったのが、この値段 27,430 円で収めることができるので、もう非常におすすめの切符となっています。で、なんといっても魅力がね、これ、JR 九州の以外の駅だったら、どこでもこの北海道フリーパス買えるので、例えば大阪駅とか東京駅でもこの切符買えるので、遠方にお住まいの方でも買えるっていうのが非常に魅力的なのではないでしょうか。まあ、こんな感じでね、青春18切符以外のお得な切符語っていったんですけど、まあ、18切符の思いもね、いっぱいありますよ。例えば、学生時代、特に中学、高校の時はね、お金なかったです。もうこの青春18切符にめちゃくちゃお世話になりました。もう春休みとか冬休み、この青春18切符で日帰り旅した。例えば浜松行ったり、伊勢神宮行ったり、東京日帰りしたり、もう数えきれないだけの学生時代の思い出、友達がいなかった時の学生時代の思い出というのを、この青春18切符に作ってもらったんだなというと、非常に感慨深いなと思います。また、YouTube の企画、サイコロ18切符、18切符でルーレットでもこの青春18切符お世話になりました。もう今はね、もう大学生でアルバイトしてお金あるんで、やっぱ特急とか、やっぱ新幹線、飛行機乗ったりするんですけど、やっぱり普通、快速しか乗れない青春18切符でしか味わえない旅の良さっていうのもあるのではないでしょうか。まあ、たまには普通とか快速だけに縛られる旅もいいのかもしれません。まあ、なんといっても青春18切符は JR 全線乗れるので、まあ、神のような切符でございます。まあ、青春18切符も、まあ、時代とともに変わっていったり、まあ、JR は営利企業なので、まあ、ちょっと切符の利用解約というのは仕方ないのかもしれないのですが、やはりやっぱ今回の青春18切符の変更点や思い出話などがあれば、ぜひコメント欄にお寄せください。では長くなりましたが、この辺で動画を終わりたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。